映画トップガンの撮影で実際に空戦シーンを演じたカイマイナス14とカイマイナス 5E、カイの変態。ミグマイナス28はカイマイナス 5E、カイが演じたミグマイナス28とは1986年のアメリカ映画トップガンに登場した実際には存在しない航空機の形式番号である。映画トップガンの冒頭と クライマックスに登場した架空の機体で劇中ではソビエトの開発した詳細不明の新鋭機とされているが実際にミグ設計局の開発設計した機体にはミグ -28 という形式番号の機体は存在しておらず完全な架空の存在である劇中にはミグ -28 として実機が登場するがこの機体は アメリカのノースロップ社の製造した海マイナス 5E、海、e、イタイガー2ジェット戦闘機にオリジナルの塗装と架空の国籍表示を施したものである。映画撮影に際してはアメリカ海軍の第13混成飛行隊所属の海マイナス 5E と海マイナス 5F が全面黒色の塗装と黄色の深淵の枠線の中に赤い星があるという架空の国籍マークを描いて用いられた。なお、 翼端に装着されたミサイルを含め、機体は塗装とマーキングの他は、オリジナルの回マイナス5のままであり、特に外形の改造などは行われていない。回マイナス 5E は3機が、回マイナス 5F は1機が用いられ、激しい空戦軌道のシーンは、現役の海軍パイロットであり、映画のアドバイザーも務めたマイケル・ガルピン、海軍隊員が担当した。機のほか撃墜されて、爆発。 墜落するシーンのためにミニチュアも制作されている。映画の初期校を元にしたノベライズ版では登場するミグ戦闘機はミグ -21 となっており、登場するミグ戦闘機は制作開始当初は特に架空の機体とはされていなかったことが伺える。このミグ -28 については性能などに関する詳しい説明は劇中に登場しないが、劇中では 格闘空戦において、回 -14 を本動していることから、高い軌道性能を持つ設定になっていることが、うかがわれる。また、ケリー・マクギリス演じる技術教官、シャーリーは、ミグ -28 はマイナス G 軌道ができないと、資料をもとに語っているが、劇中では、側中背面効果をはじめとした高度な軌道を、実証しており、アメリカ軍は、 ミグ -28 について詳細な情報を持っておらず、実際に目撃された例が金賞であるという設定になっていることがわかる。搭載されている武装は翼端に装着された空対空ミサイルと機銃で、ミサイルは撮影に使用された機体が装備できる AIM-9 サイドワインダーがそのまま登場しており、機銃の光景については特に説明はない。なお、 撮影に使用された回マイナス5の機銃は機種に装備されているが、劇中では、機銃の発射円は、翼の基部前円から生じている。また、発砲シーンでは、M61 モーターガトリング砲のものとみられる、重厚部のショットが挿入されており、これに従うなら、設定上はガトリング式の機関砲を搭載していることになる。なお、クライマックスの空戦シーンの前に、 航空母艦内で行われているブリーフィングのシーンでは、ミグ戦闘機は、射程100マイルのエグゾセミサイルを搭載できると説明されているが、エグゾセとは、フランス製の対艦ミサイルであり、通常、ミグ設計局をはじめとして、ソビエト製の航空機には搭載されていない。劇中に登場するミグ -28 役の回マイナス 5E、e、回にも、 エグゾセミサイルをもしたみといったものは搭載されて、おらず、対艦ミサイルを発射するシーン等もない。ドイツの模型メーカーである、ヘルパ社から、タイガー2のバリエーションモデルの一つとして、1-200スケールの完成品モデルが、US Navy F5 タイガー VFC13 ミング -28 の商品名で発売されていた。また、台湾のプラモデルメーカーであるアフフクラブからは、 やはり同社の手掛けた回 -5E のバリエーションとして、ミーグ -28& 回 -5E タイガー2、US ネイビーエアーレーダーの商品名で1、48スケールのプラモデルキットが発売された。中段右側の F-14 の他は、機体の塗装とマーキングは劇中に登場した、状態とは異なる、レイパンコ、ノースロップ回 -5A、e、フリーダムファイター、 ディシモラーエアーコンバットトレーニングパールハーバーアビエーションミュージアム2021年2月11日閲覧回マイナス 5E 回戦闘機は撮影に協力した NFWS ではミグ -21 を想定したアグレッサー機として用いられているなお劇中ではミグの想定として回マイナス5と A マイナス4を使用するとのセリフが あるが、一連の空戦訓練のシーンには、イマイナス5は登場しない。これは、イマイナス5が、ミグマイナス28として登場するため、同じ外形の機体が役柄を変えて登場すると、観客が混乱してしまう恐れがあることに配慮したためと思われる。本作には、イマイナス5の他に、T-38 も登場しているが、地上中期状態のものが、円形に映るのみで、 飛行シーンはない。ガルピンは、バイザーと、酸素マスクで、素顔がよく見えないながら、ミーグ -28 のパイロットとしても出演している。マイク・コーガン、チョ、山本光信分けワケ、トップガン角川文庫、関西986年日本語版、トム・クルーズ演じるマーベリックが、情報の誤りを指摘しつつ、 自らがミグマイナス二十八に遭遇した際の状況を説明するシーンが、シャーリーとマーベリックの関係性を表す重要なシーンの一つになっている。ミサイルの発射シーンは特撮によるものである。DVD の特典のオーディオコメンタリーでは、アドバイザーの海軍関係者により、ミグ戦闘機なら三十ミリの機関砲を装備しているはずだが、被弾した海十四の弾子を見る限り、 50口径程度だとの指摘がなされていた。この発砲円は、ポストプロダクションによるもので、実際に空撮時に発砲はされていない。イラン・イラク戦争においては、イラク軍が、ミグ -23ML 戦闘機に、ミラージュ海地より移植したパイロンを介して、エグゾセ対艦ミサイル一発を搭載できるようにした、独自回収機を運用している。ありがとうございます。